最新軍が始まった。え？例の異能者によれば。What the fuck was that? Is that a plane? I don't understand. 最新軍が始まった。例の異能者によれば、モルフは支配域南の線路上で足を止めている。連邦軍本体、盟約同盟軍はこの路線一帯を制圧しつつ前進。連合王国軍は上で足を止めている。Southern Legion held territory. 連邦軍本体、盟約同盟軍はこの路線一帯を制圧しつつ前進。連合王国軍は我が連邦軍の別動隊と共同し、低空に金属箔の雲を形成。それによってレギオン間の通信を阻害する。あるだけ使えば連合王国軍を本当と判断させる程度の時間を持つと。同盟軍も思い切った軍を。If they use everything they have, the hope is they can buy enough time for the Legion to identify the United Kingdom's force as the big one. 判断させる程度の時間は持つと。I see. 同盟軍も思い切ったものだ。学習能力の高いレギオンを相手に有効に使えるのは最初の一度だけだというのに。敗北しては次などない以上、当然の判断だ。連邦とてそうだろう。どこもなりふり構っていられない。They need one more kill so they can call in the UAV successfully. 動いた。レギオンか。北側の陽動作戦に食いついたみたいだ。二重の陽動か。北と南の連中も必死だな。これでようやく本体も動くか。距離が離れるなんてもんじゃなかったな。連邦軍本体はこのまま夜通し進軍するつもりだ。その間に多少は縮まると思うけど。それもそうだな。追いついてこられなくても構わないけど。シン、お前フレデリカ連れて戻れ。前の時と違ってよそんとこが派手に陽動やって引きつけてくれるみたいだしな。陽動と本体への対応だけでレギオンが手一杯になるとでも。抗戦なんてしていたらすぐに全滅するのは前にこの支配域を通った経験で分かってるだろ。今のお前に引っ張られてくようかいくらかマシだ。お前が頭おかしいのは昔からだが、さっきの戦闘は極めつきだ。引きずられてたぞ。顔も知らねえフレデリカの騎士の亡霊にかなんだか知らねえが、一体どうした。別に。 It's true, he's being well weird. それでごまかせてるつもりか、このバカ。ごまかしてる。いかんながら長い付き合いだからな。お前自身が見えてねえもんもちっとは見えてる。フラ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 しやがって。会った時に逆戻りか。誰にも心を許さない異名通りの首のない死神みてえによ。だったらお前たちこそフレデリカを連れて戻れ。足手まといを連れていくくらいなら一人で追った方がいい。てめえ一人犠牲になれ済むなんて考えてんじゃねえぞ。何が帰れなくなったらだ。帰ってこねえみてえな言い方してんじゃねえ。別に死ぬつもりは。ああそうだろうよ。けどお前今生きて帰ってくるつもりもなかったろうが。兄貴を撃ってやったのは何のためだ。先に進むためだったんじゃねえのか。兄貴撃つために生きてきたんじゃねえだろ。飽き違えてんじゃねえよ。なら、それなら何のためだ。何のためなら俺は。お前の道だ。お前が決めろ。ただこれでも道連れだからな。しんどいって言うなら支えてやる。きついって言うなら休んでろ。だから一人で戦おうとすんじゃねえ。なんか僕だけ阻害されてるっていうか、微妙に同じ男扱いされてない気がするんだよ、ね。Like a fellow guy. あの二人付き合い長いから、私たちと会う前にもいろいろあったみたいだし。そうなのかな。暴れないの。二人の喧嘩に吹っ飛んでったクレナちゃんが悪いんだから。犬のようじゃったの。
っていうかクレナがこういう時に突っ込んでっても話がややこしくなるだけだから、ちょっとは自重しようよ。Funny. They all know each other so well. シンは大丈夫だよ。私たちを置いていったりしないよ。クレナはもうちょっとさ、向き合ってみた方がいいと思うよ。いつまでも追いかけてるだけじゃなくてさ。シンだっていつまでも僕たちのための死神じゃないんだよ。アンジュはずっとそれ心配してたよね。似たようなものだから、家族からいらないって言われた子供がどう考えてしまうのかは少しだけ知ってるわ。自分のせいなのかって思ってしまうの。頭ではそうじゃないって分かってても自分を責める気持ちは消えないの。Shin really does have one of the saddest backstories ever. When you really think about his backstory and everything he went through with his parents, with his brother, with everything, and now his like life literally just wandering around fighting for all eternity like a fucking prisoner, and then having to kill his brother after his brother died, like he's gone through so much. ましてシン君は言われただけじゃなかったんでしょう。お兄さんから一人じゃ消せないのよ、そういうのって。シン、きっと初めて先に行くって言えたのにね。共和国、無線で呼びかけても結局返事はないらしいから、あれでは国など保ってはおらぬじゃろうな。だろうね、やっぱり全滅か。追いついてこられなかったんだね、少佐。言っとくけどクレナ、今すごいチャンスだからね。落ち込んでる時っていうのはつけ込みやすいらしいよ。え？言っとくけどセオ君、それを実行するのは悪い女だからね。クレナちゃんには似合わないわ。それもそうか。え？もう、違うの！私そんなんじゃ。もしかして真にバレてたりする？とうに感づいてはおるが、子供の憧れや独占欲の類とみなされておる感じじゃの。私狙撃得意だしね、きっと役に立ってるよね。Fucking Frederica. Yeah, it was pretty brutal. It had to be said though. She needs to fucking man up. 一人で行くような無茶はしない。Fido not putting up with no shit. She's the man up. 一人で行った方が気楽ではあるんだけどな。少々。そろそろ起床時刻だ。86たちはどうしている？先ほどようやく同調がつながった。実に便利だな、共和国のこの技術は。ようやくつながった？互いの意識を介するからな、相手が眠っているとつながらない。しかしたった5人程度の小勢でこんな敵地のただ中で眠れるとは信じられんな。どうも誤解があるようだが、私はただよく切れる剣は活用すべきだと考えているだけだ。長く使えるならそれに越したことはない。万が一にもレギオンに取り込まれたのではかなわん。とっとと回収してやらんとな。夜明け前に進軍開始よ。あなたたち了解です。こちとらいつでも行けます。なぜこの通り極めて身軽ですからね。中尉たちが心配かしら、軍曹。お言葉そのままお返ししますよ。やれるだけのことはやったもの、あとは信じるしかないわ。って万が一にってレギンレイブの予備機と弾薬と修理部品、整備クルーごと後方から運ばせてるんでしょ。輸送機の手配だってあれから参謀長閣下に無理やりねじ込んでらして。あら、軍曹だって後方に下がればって言った。Is that superstition where it's like someone's talking about you so you sneeze? Is that literally what that was referenced to? Because otherwise, why would he sneeze? And yeah, the boys survived. They all survived. They're all there. They went and they kicked some ass and they're all chilling in a tent.
あら、I see. 軍曹だって後方に下がればって言ったのに聞かなかったじゃない。まずい。抜けそう、セオ君。ちょっと無理っぽいかな。全然動かないや。パージするよ。これでラフィングフォックスも損傷か。思った以上に損耗がひでえな。私とアンジュは昨日の戦闘で破片食らってるし、ライデンも吹っ飛ばされた時に機銃片方折れちゃったもんね。無事なのはアンダーテイカーだけか。ブレードの替えはなくなっちまったが。いや、こっちも昨日から駆動系の調子が悪い。最初の戦闘で負荷をかけすぎたみたいだ。I was just trying to think of... I might be way off here, but my brain just like was just trying to think of something. Because I was trying to think, that person was talking to someone, right? There's a bigger boss we don't know about. There's her brother, and there's a bigger boss we don't know about. But surely the bigger boss has to be someone we do know, right? It has to be a reveal, surely. So who do we know that died? The only person I can possibly think of is Bloody Regina's father. That's all I can think of. Oh my, すぐ足回りぶっ壊すそのくせ、まだ直してねえのか。まだ動けなくなるほどじゃない。つっても振り回しすぎるとすぐぶっ壊れるからな。あんま無茶すんなよ。弾薬とエナジーパックの残数からして、明日いっぱいが追跡の限界だ。その前には追いつけるだろうけど、それまで持たせる努力はした方が良さそうだな。追いつくまではか。Imagine they turn around. 了解。Bring the fight to them. Oh, those are ants. I thought they were flies. There's got to be other nations out there, right? So she's not going back. She's actually going with them still. And it's like they plant like grass seed there. And in like the summer, it literally looks like fucking the ocean. Like the wind will blow it and it like moves. It's so cool. And I don't know, just because she just mentioned it, it's just something I just remembered. So I just thought I'd point it out there. It's really cool. So, I've never seen it. I've seen it once, but now I'm thinking it's different.海はないけど、近くにでっかい湖があったからよく遊びには行ったよ。初等学校にそういう行事があったけどな、その前に戦争が始まっちまった。わらわもない。このような景色も知らなんだ。知らぬものばかりじゃ。Her age confused me.Because the war's been going on for a while, but she was young when it started. Throws me off. どうせなら南の島がいいかな。サンゴ礁とかヤシの木とかあるとこ。白い砂浜のさ。Yeah, her age is so hard to talk about her age. Yeah, talk of the ocean. I know, very Attack on Titan, talk of the ocean. I've just realized something. Is this the first time they've all sat down and talked about what they want to do after the war?It is, right? This is the first time they've properly said, like,、oh, I'd really like to do this, I'd really like to do this. They're all there talking about what they want to do after the war. This is the first time. Let's go! The war is over. Let's go together!I have a feeling that bug is a metaphor, but I guess we'll see. Shin couldn't hear it when it was in sleep mode. What if it goes into sleep mode again? Fido. And then. 明日起こすまで待機状態に切り替えておけと命じたろ。わかった。好きにしろ。珍しく喋っておると思えば、相手はファイドか。
かる気がしたんじゃ。そなたらが人類の存亡にも自らの生き死にさえにもひどく突き放した見方をしておる理由がな。あの美しさもこの地に住む人間がおらんからじゃ。そんな光景がレギオンらの望みなのかの。どうだかな。何も望んでなんていないのかもしれない。あいつらは亡霊だ。亡霊は本来何も望まないものだ。なぜわかる？Ghosts usually want something. 俺も同じだから。I'm guessing Shin wants something as well. あの夜死に損なって、多分俺はまだ死んだままだ。あの夜から何も望めてはいない。海を見たいとは俺は思わない。やりたいことも行きたい場所も特にない。それで別に困ることもないけど、夕方みたいにすぐに終わると思っていたから、誰にも知られず散るものだと。けど生き延びてしまって、死ぬはずだった俺には未来なんて長すぎて。If you were supposed to die, you would have died. 俺はお前の騎士じゃない。それは分かっていたのに。悪かったな、お前の騎士を言い訳にした。行き着く果てまで進むことに変わりはないけど、その先に兄さんはもういないから、当面代わりになる目的を持ちたかったんだと思う。それだけではないと思うがの。そなたは少し鏡の見方が間違っておることも自覚すべきじゃ。そなたはそなた自身が思うておるほど冷酷な太刀ではないわ。お人よしの死神がキリを打たれるのは怖い。失うのは恐ろしい。わらわはこの連邦ではいらぬ子供じゃ。共和制となったこの国で生きているだけで騒乱の火種となる厄災の子じゃ。いない方が誰のためにもよい。それでもいつか我が騎士を討ち取ってやるため生きながらえねばならぬと思うておったが、キリが打たれればその言い訳ものうなってしまう。それが怖い。そなたが今進むことにおののいておるのは、そなたが正しく先を見据えようとしたからじゃ。道なき行く手を直視しようとしたからじゃ。いや、それは恥じることではなかろうし、その間くらい共に行く者どもを支えとすれば。ノーフェイス了解。広域ネットワークより伝達事項がある。支配域に侵入した敵性部隊の痕跡を発見した。状況を統合し機関を追跡しているものと推定。よってこれより機関作戦域近隣にて探索活動を実施する。了解。The fucking smile, man. The fucking smile. The fucking smile. The smile. What is the deal with their smile? Why? Why they got this creepy smile all the time? Oh, the next episode is going to be intense. We've got 3 more episodes of this show. Oh, the thing is, it literally always feels like 86 just feels like constant build up. That's what the whole anime feels like. It feels like episode 1 to now, it's just build up,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  build up. And the best shows I've ever watched in my life
have had the same feeling that 86 has. Like Game of Thrones. When I watched Game of Thrones for the first time, every season I just felt like it was build up. And I still consider that one of the greatest shows I've ever watched. Let's forget the newest season. Forget it. Fuck it. Fry out the window. Forget that season. It's one of the greatest shows of all time, right? And I had that feeling of build up. Something big is coming. And I get that same feeling from 86, which in my head, makes me think this is just, it's just brilliant. It's just brilliant. God damn, it's so brilliant. So intense. I don't even know what to say. I'm just here for the ride. Oh, yeah, season 8 didn't happen. We'll just ignore that one. So good. So good. You have to wait 3 months for the final episodes? Damn. 3 more episodes of 86. God, I'm loving this. Loving this anime so much. We actually need to do the OST vote. We need to do the OST vote today. This is one of my favorite anime, by the way. 86, one of my favorite anime. Check the Arknights Ambience concert. You want me to write that down? I can put that in the notepad if you want. We do need to... Yeah, 86, one of my favorite anime already. I'm loving it. I've loved everything. I'm loving it. Awesome anime. Very awesome anime. Awesome. Amazing choice. Absolutely amazing choice. And next week, we get to find out about those 3 episodes. Next week. Final 3 episodes.